次の発表です。そうですね、東京大学資料編纂所から、渋谷先生、山田先生、中村先生、平沢先生、山田先生、渡辺先生、そして東京大学、人文社会系研究科から大向先生の発表で、多面的な日本史研究に向けたデータの長期利用と共有連結化です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今、スライドはきちんと見えておりますでしょうか。見えてます。はい、では、始めさせていただきます。今回、このようなお話をいたしますが、まず、今日のお話の内容の概要を示したのがこちらのスライドになります。で、本日は全部で3つのお話をいたします。1つ目はですね、昨日、うちの保谷教授がですね、在外日本関係資料のお話をさせていただきましたけれども、今回はそれも含めてですね、全般的なお話を1つ目にいたします。で、2つ目は、我々のところでやっております、特にその人文学の研究データの共有化、国際化、連結化のプロジェクトがございますので、そのお話をいたします。で、3つ目が、その今現在ですね、2019年度から始めているんですけれども、日本学術振興会 JSPS との共同のプロジェクトがございまして、そちらの方の、まあ、現状と課題についてお話をいたします。で、まずですね、こちらの、スライドによく似たものを、2019年のブルガリアのソフィアで、共同発表者であります山田准教授がですね、もしかしたらお示ししたと思うので、かぶっているところがあるかもしれないんですけれども、こちらのスライドがですね、我々のところの資料編纂所の研究活動の内容を示しているスライドになります。私どもはですね、前期以来の日本史資料、奈良時代からだいたい1872年なので、明治の5年ですかね、そのあたりの資料を対象としております。で、その資料からですね、調査をいたしまして、そこから得られたメタデータを使っていろいろなデータ化を進めております。で、またうちは編纂所ですので、編纂の事業をしております。で、さらにですね、その結果を資料集にまとめまして出版するというのが我々の研究活動の一つでございます。で、その資料集の出版ですけれども、1901年から開始されまして、今現在1200冊に近いところまで来てるんですかね。そのぐらいの数の、資料集を出版しております。だいたい1年あたりですね、十数冊ほど行っております。で、ただですね、昨年から今年にかけて、皆様直面しております COVID-19 の関係で、若干ですね、数は減ってはおりますけれども、そのような形で年間十数冊を刊行しております。所蔵している資料に関しましても、おそらくですね、ブルガリアの時にお話があったのかもしれないので、もしかしたらかぶってしまうかもしれませんけれども、今現在はですね、このような資料数、点数になっております。で、特にですね、右側に挙げておりますような国宝島津家文書、こちらの所蔵資料等も、うちのウェブサイトの方から公開されているという形ですね。で、またマイクロフィルム、こちらの方に関しましても、そういう資料の公開を進めております。資料のデータの公開を進めております。で、我々のところのですね、資料調査のことを資料採訪と呼んでおりまして、この採訪のですね、最初の調査計画のところから、まあ、調査に実際に行って写真撮影等をして、それからデータを収集して、それをですね、データ化してウェブサイトのデータベースで公開していくところまでのフローがございます。で、このフローは資料編纂所の所員たち全員ですね、また共同研究に携わっている方もこのフローにのっとって調査活動、研究活動をしております。で、こちらはですね、編纂所内で規約化されたものでして、2011年から実施しております。で、その資料採訪の、まあ、ちょっとした例をご紹介いたします。これはですね、今お示ししているのは、京都の嵐山にあります松尾大社、日本酒の神様の神社ですね。こちらの方の調査のお話をいたしますが、こちらはですね、まあ、もうじき新酒の時期ですかね。そうなりますと、日本全国の、
日本酒メーカー、まあ、お酒のメーカーの、まあ、社長さんたちとか関係者の人たちがこの松の大社に集まってお参りをするというのがありまして、まあ、多分10月ぐらいになりますとそういう事業があるんじゃないかなと思います。今年はちょっとですね、COVID-19 の関係でまたイベントが中止になったりしているそうなんですけれども、そういうところのお話です。で、先ほど申しましたように、この資料調査の時にはまず資料を出してきまして、それぞれのデータを取っていくという作業になるんですけれども、この松の大社の鳥居をくぐっていただいてしばらく歩いたところに大きな門がございます。先ほどお見せしたこちらの門ですね。この門をくぐっていただきますと、すぐ左のところに小さな倉庫があります。で、その倉庫から資料を出してくるんですけれども、昨年の2020年10月の調査に行きましたときに初めてですね、こちらに示しております長筆を開けることになりまして、今まで資料目録等で出ていなかったものを新たに机の上にダンと載せているような形でですね、資料が見つかってまいりました。ですので今後はこの調査等も進めていく形になります。で、松の大社自身は約2000点の資料を収蔵しております。で、我々のところの編纂所の共同研究でありますとか、私渋谷が代表を務めております科学研究費のプロジェクト等でですね、調査をしております。で、そちらでは写真撮影をどんどん進めていって、合わせてですね、私自身が古文書の紙の調査をしていますので、顕微鏡で撮影して、その撮影した画像を使ってですね、どういうものが、どういう内容物が紙の中に含まれているのかということを特定しております。で、こちらに今お示ししているのは、その織田信長朱印状の顕微鏡の写真でございます。で、こうした形でですね、各調査では資料のメタデータを集めてまいりまして、それぞれデジタル化を行っております。で、対象としてますのは、まあ、資料、もちろんそのものですね。それから写本でありますとか、編纂所の出版物等になります。で、2008年以降はデジタルカメラでの撮影が中心となっております。で、昨日の法屋教授がですね、お話ししていました海外所在の日本関係資料に関しましては、1930年頃から収集されておりまして、2014年度からはですね、デジタル化が進められております。ではいくつかですね、そのデータを公開しているデータベースのお話を次にさせていただきます。で、今年の7月でしたか、うちのウェブサイトがですね、デザインが一新されましたので、こちらの方にお示ししております。で、資料編纂所のですね、トップページに行っていただいて、データベース検索というところをクリックしていただきますと、資料データのそれぞれのデータベースを選択する画面が出てまいります。で、こちらに関しましては、今お見せしているのは日本語の方ですけれども、英語の資料のデータベースもございますので、またご覧になってください。で、データベースの数ですけれども、外部に公開しているのが31、所内限定でですね、お見せしているのが40になります。で、資料の種類、データの種類ですけれども、目録、本文、画像、図像、写真、知識などがございます。で、件数としては、画像は2000万件、それからデータの数は約700万件になります。で、こうしたですね、データ等を管理しているのが、次のスライドで示しております、SIPS という基盤システムがございます。で、こちらの方には、外部に公開している所蔵資料目録データベース、ハイキャットと申しますが、こちらの方と、それからですね、所内限定で、また関係している研究機関でアクセスするようなですね、ハイキャットプラスというデータベースもございます。それらをですね、統合管理しているのがこの基盤システムになります。で、こういう形のシステムなんですけれども、資料データの管理に関しましては、OAIS 参照モデルに基づいて行われております。で、この OAIS 参照モデルがどういうものなのかというのは、私が話すと多分ボロが出てしまいますので、関連の論文等をご参照いただければと思います。で、こちらのですね、お示ししておりますように、その OAIS の参照モデルに基づきまして、我々のところで今まではですね、裁縫、進捗管理システムと言っていたものが、今年ですね、夏以降に
システムが更新されまして、今現在は資料画像デジタル化進捗管理システムという形になっておりますが、こちらの方ではデータの登録管理等を行っております。ではですね、どういう資料データベースなのかというのをいくつかご紹介いたします。でこちらはですね、今お見せしているのは所蔵資料目録データベースハイキャットの方になります。で、今スクリーンショットでお見せしているのは書院が見られるスクリーンショット、データベースの裏側じゃないですけど、書内でアクセスして、でそのスクリーンショットを撮ってきたものなので、書院だけが見ているような画面になっているところもあるんですけれども、こちらの方で例えばですね、最初の検索項目のところのキーワードに島漬け文書という入れますと、このような形ですね、一覧になってまいりまして、詳細画面をクリックしていただきますと、ここまでは詳しくは諸外の方たちは見ることができないんですけれども、どういう資料の内容なのかというのが見られるようになっております。で先ほど国文系の山本先生方がですね、電子崩し字の話をされておりましたけれども、うちの、データベースのところにもですね、電子崩し辞典データベースがございまして、現在は30万字を超えてるんですかね、この、内容がデータベースがございます。お使いになっている方もおられるかもしれませんね。でこうしたですね、データベースですけれども、画像ビューアーの方は、OpenSea Dragonを使っておりまして、サービス自体は2015年の12月から開始されております。でまた右側にお示ししているIIIF ですけれども、こちらの方はですね、ハイキャットプラス限定公開している方ですね、そちらの方の画像ビューアで導入しておりまして、そのデータの利用条件に関しましてはウェブサイトにございます。ただこの利用条件の内容がですね、日本語版だけしかありませんで、まあ、将来的には英語版にもう搭載されるのかなとは思うんですけれども、またご利用の際はこちらの方をご参照ください。でそのハイキャットプラスの例ですけれども、今お見せしているのは天皇家公家文庫資料のものになります。でこの今お見せしているハイキャットプラスですけれども、現在ですね、天皇家公家文庫資料、それから、ビンゴ福山藩安倍家資料、で次にお見せしますけれども、都の城島津邸の所蔵資料が入っております。で天皇家公家文庫資料は、宮内庁の所領部との関係で共同で作っているものですけれども、共同でお見せしているものですけれども、今、56万件入っております。でただ残念ながらですね、検索するところは、日本語で入力していただかないとなかなかヒットしていかないというので、後でまたお話ししますけれども、このあたりがちょっと海外でお使いになるときにはいろいろ大変かもしれないなというのを最近使ってて思います。で金利というのを入れていただきますと、例えばこういう形でですね、目録の情報が出てまいりまして、それから画像を見ることができます。で先ほど申しました都の城島漬け資料でございますけれども、こちらはですね、今年の7月にですね、都の城市と協定を結びまして、こちらの方はハイキャットプラスから公開しております。で IIIF の画面をお見せしてますけれども、こちらの方にですね、権利関係の項目がございまして、そちらの方にですね、利用条件等が書かれております。もしお使いになる際はこちらの方を見ていただければと思います。で次のこの指摘文字データベース連携検索システムに関しましては、先ほどの国文系のお話でも出てまいりましたが、18日の土曜日ですかね、土曜日に奈良文化財研究所の畑野さんたちがこのお話をされるそうなので、ここではあまり触れませんけれども、昨年の 10月ですね、公開されまして、今お見せしているのは英語版の検索のところに紙ペーパーですね、漢字の紙をですね、入れた時に検索で出てきたものになります。で詳しくはですね、畑野さんたちのご発表をお聞きください。でこちらの方ですけど、海外資料に関しましては、昨日法屋教授が
丁寧にご説明されてたので、あまり詳しくは言いませんけれども、現在ですね、新規の収集データを含めまして、約200万コマがですね、ハイキャットプラスへ追加で予定されております。で、これとですね、関係しまして、今現在ですね、2019年度からですね、維新資料研究の国際ハブ拠点形成プロジェクトが進行しておりまして、そこではですね、この海外資料との絡みもございますけれども、データベースの国際化ということで英訳の事業も行っております。それが次のお話になります。で、データベースの国際化ということで、まあ、国際化というとやはり英語で検索できるような形になるということになるんですけれども、この先ほど申しました維新資料研究の国際ハブ拠点形成プロジェクト、ちょっと長いので維新ハブプロジェクトと省略させていただきますけれども、こちらではですね、維新資料公用のデータベース、本書のウェブサイトのデータベースにございますけれども、そちらのデータベースの英訳化の事業を進めております。で、維新資料公用、日本の研究をされている方はもしかしたらご存知なのかもしれませんけれども、1868年のですね、明治維新後のですね、大規模資料群でございまして、1994年以降データがですね、オンラインで公開されております。で、こちらのデータベースには3万件のイベントが記録されております。ただですね、右側にお示ししておりますように、このデータベースの英語化っていうのはなかなか難しいものがございます。で、この英訳の事業ではですね、特にテキストを対象にしてるんですけど、例えばテキスト一つを取ってもですね、こういう内容なんですね。で、私、考古学を専攻しておりまして、全然文字のない世界に生きているので、この文字、漢字が読めないぐらいなので、今日どういう内容を書いているのかってご説明できないんですけれども、そういう形でですね、少し難しい日本、ダイレクトにですね、歴史用語をちゃんと理解している人ではないと、なかなかですね、一つのテキストを取り出しても、そのまま英訳するというのは難しい状態です。ですので、まずですね、この維新資料 の, ハブハブプロジェクト、維新ハブプロジェクトではですね、現代の言葉に、現代の日本語に訳しまして、そこからですね、英訳化というのを進めております。で、まずその時にですね、人名でありますとか、地名でありますとか、そうしたですね、専門用語が出てまいりますので、その専門用語のグロサリーを作成する事業も進めております。で、具体的にどうなったのかといいますと、まだまだ発展途上のところはございますけれども、日本語版のですね、維新資料公用データベース、例えばですね、これ天皇の名前ですけれども、孔明、漢字でそのまま入れますと、左側にお示ししておりますような形で出てまいります。で、英語版の方はサマリーデータベースオブザ維新資料という名前なんですけれども、こちらの方にですね、アルファベットで孔明って入れてもらいますと、このような形でですね、現代の日本語に訳された、直したものが英訳化されているのよりですね、よく分かるような形でですね、見られるようになっております。で、現在ですね、英訳なかなか1対1で対訳をしていくというのが難しいところもありますので、ちょっと時間はかかるんですけれども、徐々に発展しておりますので、また来年以降、またもしかしたらどんどん進んでいるのかもしれません。でですね、今現在、先ほど最初の方で申し上げましたけれども、2019年度から人文学社会科学データインフラストラクチャー構築推進事業、これも長いですね、略してデータインフラ事業と呼ばせていただきますけれども、こちらをですね、日本学術振興会 JSPS、 それから国立情報学研究所と5つの拠点機関との間でこのプロジェクトを進めております。で、コアになっている、中核になっている機関はこの2つでございますけれども、ベース、拠点機関になっているのが上から4つがですね、社会科学ソーシャルサイエンスの拠点です。で、人文学、ヒューマニティーズの研究機関は我々の資料編纂所一つだけになっています。ということで4対1ですので、どうしてもですね、社会科学の考え方と、それから人文学の考え方、それぞれズレがあります。
ですのでそのズレを埋めていくというのがなかなか大変なところでありますけれども、こういう授業を今進めております。で、東京大学 の、 プロジェクトの体制ですけれども、資料編纂所とそれから大学院事務社会系研究科文学部ですね、それから次世代人文学開発センター人文情報学部門 DH の部門ですね、その3つでプロジェクトを進めております。で、このデータインフラ事業で、一番の目標になっていたのがこちらの JDCAT と言われる人文学社会科学総合データカタログになります。で、これはですね、今年の7月に公開されましたので、もしかしたら今回EAJRS にご参加の方の中にはこれを見られた方もおられると思うんですけれども、今現在は社会科学拠点機関4つのですね、メタデータが4つの研究機関のメタデータが収集されて提供されております。で、我々のところの資料編纂所の資料データに関しましては、今年度なんか今年の秋なのか来年の新年なのかちょっとまだわからないですけれども、ビンゴ福山藩べき資料などのデータをですね、今年度それから来年度こう提供していく予定になっております。で、現時点ではまだ統計の社会科学拠点機関のお持ちの統計の、データしか入ってませんけれども、それで日本語と英語と両方が横断で検索できるようなシステムが今作られております。なかなかちょっとトップページにたどり着くのが難しいという問題に直面はしておりますけれども、今後はもう少し使いやすくなっていくかと思います。それは私は約束できない。ありがとうございます。で、このビンゴ福山藩阿部家資料ですけれども、こちらはですね、東京大学デジタルアーカイブス構築事業の下でデジタル化しております。で、今5万5000件が公開されております。で、そのデータインフラ事業の関係でですね、取り組みの中で生まれてきた現状と課題がこちらのスライドになります。で、現在までの取り組みに関しましては、東京大学資料編纂所がこれまでしてきたことをそのまま行っておりますので特に問題はなかったんですけれども、こちらの右側に示したようにですね、社会科学拠点との間を埋めていく、人文学との概念の違いを埋めていくという作業がすごく大変なところがございます。で、特にですね、言葉でありますとか文字一つとってもなかなか違うものがございますので、総合運用を重視する形で新規の語彙を設計して、その先ほどお見せした JDCAT の、メタデータの検討でありますとかスキーマの整備をしております。で、国際対応に関しましても大訳が難しいとかローマ字で全部変換するというのは難しいというので、それぞれ課題に直面しつつも進めているところが現在までの取り組みになります。で、この現在までですね、COVID-19 の関係でなかなか資料にアクセスできないということはございますけれども、資料編纂所でこれまで進めてきたデジタル画像データの提供でありますとか、ウェブを使ったですね、発信力の強化っていうのはやはりですね、今のお家にいないといけないとか、そういう時にはですね、役に立つんじゃないかなと思ってみます。で、実際にですね、データベースのアクセス数が急増しておりますので、どこの研究機関もこういうシステムを使ってですね、それぞれ提供していく、使っていく、進めていくというのが必要になってくるのかなと思います。ですので、私たちのところでやっております資料画像デジタル化進捗管理システムというもの、それから取り組みというのは人文学研究を進めていく助けになるのではないかなと思っております。以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。東京大学資料編纂所の渋谷先生からの発表で、多面的な日本史研究に向けたデータの長期利用と共有連結化の発表でした。ありがとうございました。質問ある方、早速手を挙げてくださっても全然問題ありませんけど、どうでしょう、現場の方からも買いね、何の質問もないでしょうか。何もない？まだないです。ないです。ないですか。ない状態ならば、昨日渋谷先生が大向先生に無茶振りしても大丈夫って言ってたので、大向先生にこう補足的なことをちょっと話していただくっていうこともどうでしょう。
はい、こんにちは。東京大学の法務会です。で、今の、渋谷さんのお話の、最後の方の、メタデータの、ところを担当しているんですけれども、これまで、EAGIS のコミュニティですと、NAXIS キャットとか、いわゆる本の目録のデータ、作りというのは、もう何十年もやってきていて、どういう形式でデータを作ればいいかとか、どのようにシェアすればいいかっていうのは、分かっていたわけなんですけれども、今回やっている、人文学のデータと社会学のデータを一度に検索したいと言ってもですね、非常にこう、課題がたくさんあります。例えば、社会学のデータというのは何かこうアンケートとか、国勢調査のような、調査データっていうのが、たくさんあるんですけれども、そういったものは、一度、研究プロジェクトをやると一つのデータができると。で、そういうものを、10とか100とか1000とか、作っていくっていう形でデータが積み上がっていくんですけれども、こちらで扱っている、人文学のデータは、一度、先ほど、蔵を開けると、何千件というのが、突然出てくるとかですね。そういったことを何十年と繰り返して、やはり、我々何百万件というデータを持っているので、そもそも、データの数え方から、違うというところから、始まってですね。あとは、どのようなメタデータをつけていくかっていうのも、最終的にどんな検索がしたいか、どんな研究がしたいかという、実際の、ニーズを考えないと、うまく、いかないというところでですね。これからオープンサイエンスとか、研究データの共有とか、そういうキーワードというのが、日本の、図書館を含めて非常に重要なテーマになっているんですけれども、今そこをですね、試行錯誤をしながらやっているところですので、ぜひ、また、皆さんの、意見とかフィードバックとかをいただければと思います。以上です。はい、ありがとうございました。その間に質問出た方、どなたか手を挙げてくださっても結構なんですよ。と言いつつ、誰も手を挙げない。そして 現場からも誰も手が上がっていないのがビデオで確認できる。あと3分ぐらいあるので、じゃあ、僕から1個質問します。3つの発表に関係することなんですけど、いろんなデータが出てきてて、で、みんなそれを可視化して、で、みんなに使ってもらいたいよっていう状況があると思うんですけど、例えば、歴史名データとかを使って、例えば、東京大学の資料編纂所の、歴史データにつないで、それをさらにこう紐付けして、こう、さらに、こう、芋づる式に持ってこれたりするようにできたりするとも思うので、そういったそのリンクとデータ的な考え方っていうのは、皆さんどこまで、具体的にこう、やろうとか、こう、算段していらっしゃるんでしょうか。多分私が答えるよりは、実際に作業を担当している法務会さんや山田先生たちがいいのかなと思うので、無茶ぶりで振ってすいません。山田泰造先生、お願いできますか。資料編纂所の山田です。地名データとの連携というのは、結構前から考えておりまして、実際に今、ちょっと今回発表は、行われていないんですが、実はこれの先週ですね、JADH という、デジタルヒューマニティーズの日本支部の国際大会ですが、そちらで、中村助教がですね、報告しておりまして、絵図と地名、あと現在の GIS の、とのマッピングのようなお話ですね、そういうのを進めております。で、またですね、実、えっとこ、えっと、これまでですね、我々のデータベースのところで、日本荘園絵図、荘園のデータベースですね、あと近跡文のデータベース、こちらはですね、地名データを、絵図の中の建物、とか、神社とかですね。あと、山とか、そういったものに、緯度経度つけてですね、実際に地図上で示すというようなことも行っております。で、
今日関野先生からお話しいただいたところは、割合日本史の前近代の日本史でも後ろの方の時代で、我々のところはですね、実際に維新の時代も実際に扱っておりますし、例えば横浜のような横浜の中のかなり小さなデータとか維新のあたりで扱ってるんですが、そういったところをやってる我々のプロジェクトのところメインがですね、緯度経度先ほどつけたというのが中世でしてちょっと中世のデータを歴史地名辞書 のデータが使えるかというところまではちょっとまだ検討が進んでおりません。でこれは前々から進めようとしてるんですが、はっきり言ったら研究費を取ろうとしてですね、ことごとく失敗しておりまして、取れたらいつでもやるよとちょっとお金の話になってしまうんですが、はい、実際にはやろうとしているところです。でこれはちょっと関野先生ともいろいろお話をしてですね、進めようとしているところで、この数年何回落ちたんだろうというような状態です。でまたですね、我々資料編纂所のところは、東京大学地震研究所との連携で地震火山資料連携研究機構というのを立ち上げております。そちらで地震資料、全近代の地震に関する資料、これテキストの中に地名が出てきたらそれに緯度経度つけようというようなことも行ってまして、そちらではこの、地名辞書の有効活用というものを行おうとしておりまして、こちら、京都大学の森先生も含めて、今自然言語処理の、専門家なんですが、その自然言語処理の機能を使いながら進めようというふうに進めておりいるところです。以上です。はい、ありがとうございました。お金が大事だということで、お金持っている方は誰かお金ください。時間もそろそろ、セッションの終わりになったので、そろそろセッションを締めたいと思います。次のセッションが始まる前に休憩があるんですけど、次のセッションは、現地時間、サンクトペテルブクの時間で12時から始まります。それでいいですよね、ワシリさん。大丈夫ですよね。はい、大丈夫です。はい、わかりました。では、じゃあこのセッション締めます。発表してくれた方、皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。